じゃーん。はダブル？へえ、美味しそう。いただきまーす。美味しい？お土産探しに来てます。このねハワイアントラディションの、ね、シリーズが私割と好きで、このサワーベルトと、私はサワーグミ、結構日本にもね買って帰ります。わすごい、これ 25% オフが出ました。私ね、何が薬局、ハワイの薬局好きかってさ、こんな長いさクーポンがさ出てくるんですよ毎回ね。そう、これが楽しみ。 25% オフはいいね。99ドルオフまでなるらしい。何かをこうやって余計なものを買っちゃうのかな。さあさあ、今日はですね、この 25% の割引券が出たので、これをね、明日までなんです、期限がエクスパイアが。なのでこれを使いに今からロングスドラックスでお土産探しかなしに行こうと思います。なんかね、スナック系のお土産とかがありそうなので、それをね、ありそうというかあるので見に行こうと思います。ちなみにこのロングスドラックスっていうのはハワイだけの名称で、アメリカ、ニューヨークではロングスドラックスっていう名称じゃないね。 CBS？ 何が？ロングスドラックスはメインランドで何？ロングスドラックス、え？本当？ないよ。多分 CBS ね。CBS だよ、多分。はい、というわけで、ちょっとね、一番大きな、どうせならね、一番大きなロングストラックスに行きたいなと思っていて、調べたら、ここの、ここどこだっけ？キングストリート？そう、ここのね、店舗が広そうだったので、ちょっとここで、私初めて行くこの店舗。なので、今は、ここはチッピーズの本社、本店、オフィスがあったり、あ、そう、もうすぐ、あ、ちょうど取れない、もうすぐここね、ちょっとあるお店がオープンするんですけど、そうだったりなので、どこにあるっちゃろ、今から2分行ったとこ、ユニバーシティの近く。うん、今日も天気だね、いいね、久しぶりだったね。久しぶりだね。で、起きてからうわっつーって思ったの。さあ、今向かっております。ここですね、見たことある、確かに大きそう、ビッグだね、うん、ビッグ見える、24。だいたいどこも薬局、こういうファーマシーは24時間のところが多いね、うん、ドライブスルーもあるじゃん、薬をドライブスルーで受け取れるっていう、いいよね、うん、画期的なアイデアだと思います。右側はダウントゥアース、ここ見えるかな、ちょっと待って、ダウントゥアースがあったり、まっすぐ行くとカハラ、買い向きカハラ、さあ着きました。そう、ちなみにさっきのクーポンはどうやって出たかというと、まあ、皆さんねご存知かもしれないですけど、ここのね、メンバー会員みたいなのがあって、もちろん無料です。そう、それに入会すると、なんかね、購入するたびにね、結構な長いさ、レシートで出てくるんですけど、クーポン券が出るんですね、毎回。そう、だからそれで、今回ね、この 25% は初めて当たったかも。99ドルまではね、買えるんだって、なんでも。そう。何買おうか、
どれ？あ、マウイの？あ、マウイクッキーね。これ美味しい。どれがいい？マカダミア？マカダミア。どれだっけ？ココナッツ、ショートブレッド、チョコチップ、マカダミア、コーヒー。どれがいい？マカダミア。これ？ココナッツマカダミアとチョコレートマカダミア、どっちがいい？はい、じゃあこれ。でもさ、これいいんじゃない？これマンリーコーヒーさんにコーヒーマカダミアナッツクッキー、うん、どう？いいよ。いいね、これにしよう、うん、じゃあこれは5ドル。それはドリトは？ドリトは、あ、チートス高いね。チートスは、うん、コスコ。こういうね、なんか醤油だったり油だったりもあります。もう薬局っていうかスーパーよね。じゃあコーヒーはこんな感じね。7ドル。あ、マカダミアいいじゃん。マカダミア。でもあっちの方が安いか、ウォルマートとかね、うん、じゃあ買うもの意外とないかもしれない、うん、ある？なんかねえねえ、サワーパッチは？サワーパッチのビッグがいい。どこかな、わからん。なんかぬいぐるみもあります。これいいんだよね、この袋があるとみんなにあげるだし、うん、なんか買う、うん、どれがいい？でもこれクリスマスだよ、よくないね、うん、違うのがいいな、うん、これ美味しかったね。いらないの？これ2ドル59。ドンキより安いかも。これはね、ジンジャーの、なんか買うものあるかな。なんかある？ん？ない？でも 25% オフやからね。おいしそう。軽い？うん、軽いけんダメ？ビーフジャーキーね。日本には持っていけないけど、自分たち用に。やっぱりこれがいいね。D品がいいんじゃない？うん。これ？グミベア？うん。あとは？これもグッドだ。うん。そうだよ。でも D品じゃないそれ。こっちが D品。いいけど。なんで D品多分好きじゃない。本当？相当？これも安いね、柿の種。美味しかったやん、このパン、うん、クルトン、いらない？うん、うん、いる。私たちに、うん、お母さんにも好き？うん、めっちゃ好きだよ。どれがいいと思う？うん、それ？それ美味しかったね、うん、それにしよう。あとなんだろう、意外とちょっとないかも。3ドルは安くない？まあでもプリングルスあるもんね。ではあるじゃん、サワーパッチ。どこ？あ、ほんと。でもそれもあるね、これ。何これ、サワーパッチロリポップだって。初めて見たね。
でもロリポップ、ロリポップって何？キャンディー？ロリポップはこれキャンディーだ。キャンディーか、これね。リコラ8ドル。8ドル。8ドル。うん。これも8ドル。これリセス。どうかな？値段がわからん。5ドル。うん？多分大丈夫だと思う。本当？じゃあ買う？これも5ドル？どれがいい？でこれだし、めっちゃ大きがあるよ。ね、大きがあるよね。だけんか。まあいいか、今日はこれで。じゃあ終わり。楽しかったね。あ、これめっちゃ好き。うん。買う？でもコスコでもあるね。センスでもある。めっちゃ大きな。そうだね。じゃあ結局やっぱりここで買うものはないのかな。限られますね。見て見て、ティッシュは 8.49 1000円ですよ。やばいよね。結局全然買わなかった。もういいか。今は36ドルだけど、割引のね、今クーポンを出してて、いくらになる？さ、ドドドドドドドンと4ドル。さ、たった4ドルなのか、4ドルもになったのか。まあいっか、安く買えたことに。あれ、またやん。また出とうよ。またあるよ。ネクストタイムも 25% オフなんだけど。やった。これがノーマルだよ、ここ。え、ここでも本当でもいつもなかったっちゃけど。そうそう、みんな赤いじゃん。ああ、そういうことか。まあいっか、もういいね。これだけ安かったね。というわけで、そういうことか。じゃあ私はまんまと戦略にはまってるってことですね、罠にね。面白いね。まあいいか。さあ、めっちゃね、目の前にあるバーガーキングに行くのかな。食べると、薬局の前にあったバーガーキング、昨日マック食べよったやんね。まあいっか。マジで。あるかな。なんか可愛いのでここにします。なんか昔ながらのアメリカのダイナーって感じ。しかも人が少なくていいね。すごい。何これ。ダブルワッパー。ダブルワッパー、うん、あんまり私バーガーキング、あ、何回かあるね、うん、あんまり日本におるときはね、食べたことないよ。とオニオンリング。もうこんなジャンキーな生活がね、普通やん。やばいよ、昨日マック食べよったよ。まあいっか、うん、夜はね、いつも美味しいご飯ね、うん、作ってくれるけんね。お昼ぐらいか、楽しよう。じゃあいただきます。これ見ていい、オープンしていい、うん、熱い。どうやってオープンする。じゃーん。わ、ダブル、うん、へー、おいしそう。いただきます。美味しい？